アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。クラッシュルーキーズカップ決勝戦、60キロリミット K1 ルールで行われてきたトーナメントのファイナルです。3分3ラウンド延長1ラウンドマッチ。さあ小林さん、はい、2月1日新宿フェイス8人参戦の中、行われたトーナメントで勝ち上がってきたのがこの2人です。そうですね、ちょっと今が一番注目ですので。ああというのも森井選手ですね。森井、そうですね、弟弟子ということになります。それだけではないですよね、つながりは、長野県ですからね。そうですね、僕がスカウトしたみたいな感じのやつです、はい、そのアマチュア時代からもうその練習を、練習というかやっぱり試合を見て左、はい、こいつはプロ向きだなと思った、はい、小林さんの高評価を受けてここまでプロでも負けはないんですよね。8戦して7勝1引き分け。でもその中でも一番の強敵ですからね。そうなんですね、優勝候補の声があります。青いグローブは白浜拓也。井上選手、はい、白浜というとやはりその試合ごろになったことあると思いますけれども、はいはい、パンチ力がよくその評価になりますよね。そうですね、当てるのがうまいですし、当たった時まとめるのもうまいんで、はいはい、すぐ倒せる選手ですね。いやもう序盤から一つこれは狙っているようです。それに対してローキックをコツコツと当ててくるのは森井。白浜を中心に森井が回る展開になります。白浜は伊藤雅彦戦を1ラウンド KO、 そして長野博則戦に判定勝利、ライト級7位。対する森井の方は大前力也に判定勝ち、そして倉田光俊に3ラウンド KO 勝利、フェザー級8位の選手。小林さん、そうですね、前回戦どっちもなんかこの人のパワーを向けたというか、いい目を見せたというか、はい、白浜選手はまあ一発だけではなくて野生的な攻めでどんどんこう行くっていうのがこの間の試合で見えたし、はい、森もやっぱり、ね、この間の前田じゃないけど、やっぱり必死にしっかりしなきゃいけないですから、はい、あれで一皮向けたと思うので、すごい試合にはなると思うんですけど、森井のはとにかく打ち合ってその先ですよね。ああ、今右のストレートか、顔面を捉えました。井谷選手、はい、白浜のパンチですか。そうですね、顎を先当たりましたね、右ストレート。ちょっと効いてますね。森井は拾うことができるかできないか。ここも連打の中、2度目のダウンを奪われてしまった森井陽介。ニュートラルコーナー、白浜拓也、もうワンダウン食らうと試合はストップとなります。森井残り20秒、白浜としては一気に決めたいか。これを怒涛の攻めで返せるか、はい、森井の前回は逆転勝利がありました。森井です、その味を知っている男です。耐えるか。白浜選手細かく打たなきゃダメですね。ここはこの場面だからこそですよね。森井選手いいですね。第1ラウンド終了。いや、しかし森井にはそのゴングも聞こえていなかったか。なんと劣勢の中で蹴りを返していました。野戦を全く外しません。さあ、ゆうや選手、はい、白浜が2つ先制しましたね。そうですね、3ラウンドで2つダウンっていうのは痛いですけど、森井選手は藤原ジムですからね、はい、分からないです。決して諦めません、はい、それを当然のように頭に体に刻み込んできてこのリングに上がっています。森井、ああ先にリング中央に行こうとします。第2ラウンド開始。下手に逃げない方がいいですよ。今逃げませんね、先に中央を取りました森井陽介。苦しい時ほど行かないと。右のまぶた、いや左の方も晴らしながら、ああ、小林選手ちょっと見ていると、あの山本正弘選手を思わせるようなステップ。そうですね、はい、いいあのパートナーでやってます、はい、戦いはまだ第2ラウンド。左から当ててくる白浜。井谷選手、はい、対する白浜の方がほとんど表情も変えません、ね、そうですね、ポーカーフェイスですね。前に出ながらこうカウンターをうまく狙ってるんで、はい、森選手ローキックがいいんで、やっぱり、パンチからローキックいいですね。そうですね、突破口、はい、そうです。黒いトランクスに隠された左の前足ですよね、はい、実はもう赤く変色してきています。ですね、はい、
その箇所へピンポイントで右ロー、森立て直してくる。さあ藤原ジムの同門兄弟子たちとしては白浜がですね、小林さん、うん、上杉武信、そして前田久典を破っているんですよね。そうですね、まあ白浜選手にもすごい、なんていうんですかね、やりやすいっていうか、決め手の上でも有利なんじゃないですかね。やはりそこはアドバンテージになってくることでしょう。でも森も逆にこれチャンスですからね。そうなんですね、こんなに早くチャンスが来るような、本来はライト級の白浜に対してですね、そうですね、60キロという中、はい、フェザーですかね、もともとフェザー級の森です。森はまだ20歳、170センチ、24歳白浜、166センチ。さあパンチが得意の両雄ですが、右のフックが白浜、そしてストレートが伸びてくるのが森、そんなタイプでしょうか。ああ、逆に白浜の方が行かないといけないですね。森がちょっと足が止まりましたか。白浜君に見させちゃダメですね。そうなってくると白浜ペースに流れを作ってきます。左の前蹴り、一撃見せてから上体を揺らして入ってくる、左右、小林さんいいですね、今パンチ。こうパンチになり蹴りなり打ってくるとき体開くんで彼は、そこ狙い、怖がらずに攻めていかないと、チャンスは生まれないですね。あ、なるほど、そうですね、前に出てその場面を切り開かないといけないんですね。ですから飯田選手、残り20秒です。どうですかこのラウンド。そうですね、このラウンドはローを蹴って溜めてた方がいいと思います。ダウンしたことでアグレッシブに前に出れるようになったんで、すごいいい形だと思いますね、森選手。いや、今まで逆境は何度も体験してきました。森、左のパンチからが当たります。ここも左、右を返す白浜、共にオーソドックススタイル。第2ラウンド終了です。残すはあと1つのラウンドのみ。クラッシュルーキーズカップ決勝戦、最終の第3ラウンドになります。第1ラウンドにパンチで2つのダウンを奪ったのが青いグローブ白浜、それに対して必死の反撃藤原ジム森。そうそうそう、左、小林さん、あそこから入るんですよね。さらに陰道から左の前蹴り、蹴りのバリエーションでつなげていくことができます。さあ、ゆうや選手、この森井の攻撃、左を起点としているのはいかがですか。そうですね、左ハイキックから入ったんで、ちょっとなんか考えてるみたいですね。ほうほう、なるほど、何かその考えているというところ、僕は思いました。そうですね、このラウンドには繰り出してくる可能性大ですね。そうですね、勝負に出てくると思います。白浜の方は少し相手を見ている局面か、トリッキーなスタイルです。2006年グローブ空手の新空手 K2 グランプリ、 K 中量級の王者でもあります。そして2008年7月ライト級王座決定トーナメントでは前田久典に判定勝利、その後決勝戦で遠藤智文に敗れて寸でのところでタイトルはゲットすることができませんでした。プロでの勲章へのチャレンジ、2度目となる白浜、今度こそはの思い。いやいや、自分がと森井。小林さん、森井の投手も全く衰えていませんね。そうですね、左一発白浜。雄也選手、このラウンド2人の距離はどちらのものなんですか。そうですね、もう最後なんで行った方がいいですね、森井選手は。距離は、お互い無力だと思うんですけど。そうですね、ローキックの最後は倒れないとは思うんですけど、ローを点にパンチをつなげたいですね。倒すパンチあると思うんで。パンチは左から右があります。ですね、森、これはガードしている。出てくる、崩してくる、残り1分を切っています。右、森が追いかける。さらに左ミドル、距離を取って左のパンチから、さらに強い左のオープンクインロー、白浜が放っていきます。右、はい、小林さん、ここに来て森出しましたね。右ハイを蹴ればガード上げなきゃいけないから、
彼のスタイルじゃなくなるんですよ。それで振り出したいと思います。さらに左、白浜が白浜たるゆえんですよね。そこを崩してくる。森井が頭脳戦を仕掛けてくる。左の取り膝。いや、しかしこれは龍也選手、ちょっと白浜の方は単発ですか。そうですね、もうあまり自分から倒す気はもうないですね、勝ってるんで。はい、あの側頭部必死の森井、そして必死の白浜。龍也選手、はい、いや、しかしこれはジャッジもまだ分からないなという印象じゃないですか。そうですね、でも最初のダウンっていうのは大きいと思うんですよね。あ、そうですか。29対27、青白浜。あ、2ポイント差がつきましたか。そうですね、ダウンですね。これは大きかった。29対27、3ポイント差がつきました。